ダイエットで失敗する人の共通点は、合計の数字だけ帳尻合わせしようとします。あなたもそうじゃありませんか？インチキダイエット業界を私が変える。皆さんこんにちは。日本一安いダイエット指導をしているダイエットトレーナーの根岸です。ダイエットを失敗する人って物事を点で見るんですよね。そうじゃないんです。ダイエットというのは流れ、そう、タイムラインで見るんです。例えば低糖質ダイエット、低糖質ダイエットというのは糖を1食 20g 以下にすることですよね。そう、この A 君のように朝昼夜の食事1食ずつを 20g ずつにし、合計 60g にすること。でもこういうと、中には合計 60g でいいならば、昼と夜を抜くから朝に糖質ドカンと食べていいんじゃないの、こういうふうに考える人もいます。果たしてこれは低糖質ダイエットとして合っているか間違っているか、今日はその考え方についてお話ししたいと思います。これ直感的には良くないって分かりますよね。でもなんでダメなのかしっかりと説明できる人は少ないと思います。今日はこの考え方をしっかりと理解していただきます。まずはA 君と B 君。この A 君は1回の食事を 20g ずつにするスタンダードな低糖質ダイエット。一方 B 君は朝ごはんにドカンと糖質を取り、昼と夜を我慢するやり方。これね、合計の糖質摂取量の数字は同じなんですが、体の中で行われる生理作用は全く違うんです。この A 君の場合は摂取した糖質、朝から昼、昼から夜、夜から翌日、この摂取した糖質はこの間にしっかりと消費できるんです。一方 B 君のこの朝に摂取した糖質の 60g はどうなるでしょうか。この摂取した 60g の糖質は運動しない限りはこの角砂糖15個分の糖質は消費しきれません。なので 20g は消費できても 40g が余ってしまうんです。この消費しきれない 40g の糖質はどこに行くでしょうか。さあ、ここからの考え方で正しいダイエットの知識がある人とない人に分かれます。まず間違った考え方その1、繰り越し理論。これは一度に多く摂取した糖質は昼と夜、夜から翌朝までに使う分のエネルギーとして繰り越されるだろうという考え方。つまりこの余った 40g が昼と夜のここに 20g として利用され、夜と翌朝に対してこの残りが 20g 使われるっていう考え方。さて、この繰り越し理論合ってるでしょうか、間違ってるでしょうか。これを説明するには血糖値のお話をする必要があります。これは血管とその中にある糖質、血糖値ですね、これを表しています。人間は糖質を摂取し、必要以上の糖を体の中に入れると、当たり前ですが血糖値は上昇しますよね。この血糖値が高い状態を保ってしまうと、なんと血管を傷つけてしまうんですね。それを避けるために膵臓からインスリンが出て、この糖をある場所に移動させるんです。このある場所というのが脂肪細胞です。そう、なので過剰な糖を摂取するとその糖を脂肪細胞に逃がすので脂肪が増えるってことなんです。もし皆さんの体からこのインスリンが出ないのであれば、この血管の中に糖が滞在し続けて脂肪になることはないんですね。ですがこの
血糖値が高い状態を保ってしまうと、この血管をバシバシ傷つけてしまうので、失明や人工透析、足の切断、脳梗塞や心筋梗塞、このリスクを跳ね上げてしまうんです。そう、その血管の病気を避けるためにインスリンが出て糖を脂肪細胞に持っていき血糖値を下げるんですね。つまり皆さんの体でこのインスリンが出ないで繰り越し理論が適用された場合、人類は脳梗塞、心筋梗塞でバッタバッタと人が倒れます。間違った考え方、その2、相殺理論。この過剰に摂取した糖質は脂肪になることは分かりましたよね。じゃあこの脂肪は、例えばですよ、 10g の脂肪が蓄積したとしましょう。これを昼と夜に糖質を抜くから、その低糖質ダイエット分で -5 ずつ減るから、ついてしまった 10g の脂肪は昼と夜の低糖質ダイエットで相殺するんじゃないか。これが相殺理論の考え方。この相殺理論、実は成立するときと成立しないときがあるんです。これどういうことがわかりますか？今日このお話を聞いてた人、なるほどって思いますよ。いいですか皆さん、人間には元に戻ろうとする力、そう、恒常性があります。恒常性、これは太っていればいるほど元に戻ろうとする力が大きいんですね。すごく太っている人は元に戻ろうとする力がすごく大きいんですが、そこまで太ってない人っていうのは元に戻ろうとする力はそんなに強くないんです。ということはですよ、 BMI25 以上の太っている人、平たく言うとデブは、この痩せようという力がとても強いので、このついてしまった脂肪よりも燃焼しようとする力の方が大きい場合もあるんです。そう、この場合だけ相殺理論が成立します。よく1日1食ダイエットってあるでしょ、あれがこのことなんです。逆に BMI が25以下の正常体重の人はこの理論が適用されるか、もうお分かりですよね。恒常性による元に戻ろうとする力は正常体重のため弱いかもはやないんです。ということはですよ、脂肪を燃焼する力よりも脂肪がついてしまう力の方が強いんです。そう、例えば皆さんが BMI23 以下だと、もうほぼほぼ脂肪の燃焼は低糖質ダイエットだけではしてくれません。また BMI25 以下だと多少は燃えてくれるかもしれませんね。でもこの数字だとついてしまう脂肪を相殺できないんです。そう、プラスマイナスプラス、相殺できずに脂肪がついてしまうってことなんです。さあ、もう分かってくれましたね。合計の糖質摂取量の数字が同じでも、 A 君と B 君の体の中で行われることは全く違ってくるんです。 A 君は正統派な低糖質ダイエットをしているんで体重は減っていきますが、 B 君の場合、繰り越し理論で脂肪がついてしまい、また相殺理論だと BMI によって可変してしまいます。つまり B 君は A 君と同じで糖質の摂取量は同じなんですが、この間違った考え方の繰り越し理論とか相殺理論、こんな考え方を持ってしまうと間違った低糖質ダイエットになってしまうんですね。冒頭にも言ったように、皆さんはこの合計の数字だけを見て帳尻合わせをしようとしますが、それは間違いなんですね。摂取した栄養素は物とかお金みたいに形を変えずに残っているわけではありません。摂取した栄養素は何か違う形に置き換えて体に保存されるんです。そう、それがこいつなんですね。もちろんこれは糖質だけの話じゃないんですよ。タンパク質や脂質においても同じ、つまり摂取カロリーも同じなんです。
例えば皆さんが有名なホテルの朝食ビュッフェでたくさん食べるけど昼と夜を抜けばいいやっていう考え方、例えば朝に2000キロカロリー摂取したとしましょう。この繰り越し理論適用しません。この相殺理論、もしあなたが BMI 30以上の超おデブちゃんだったら適用するかもしれません。でもそういう人って2000キロカロリーじゃ収まんないですよね。3000キロカロリー以上食べちゃいますよね。なのでこれも難しいでしょう。いいですか？栄養はお金とか物ではありません。大事なことは点で見るのではなく、その摂取した栄養素は2時間後に何に変わるのか、そう、時系列、タイムラインで見なくてはいけないんです。こういったダイエット情報を私の無料のメールマガジンで紹介しています。この動画の下の説明欄にその無料のメールマガの登録フォームの URL を貼っておきました。このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。無料ですのでぜひ登録して読んでみてください。またこの動画面白かったな、参考になったなって思っていただけた方はぜひいいねボタンお願いします。そのいいねボタンがまたいい動画を作ろうというモチベーションになるんですね。ぜひよろしくお願いします。さあ、スクリーンショット撮りますか。今日のお話はとても大事な考え方なので、ぜひ皆さんしっかりと覚えてくださいね。さあ、どこに行こうかな。行くとこないですね。よいしょ。これいいかな。よいしょ。カシャッ。今日は以上です。